ハンバントタは、スリランカの南部州、ハンバントタ県の都市である。ハンバントタ県の県都であり、スリランカの南海岸沿いに位置している。ハンバントタとも言う。ハンバントタは、千代田と熱帯の乾燥した気候で知られており、住民は、マレー人が、多数派を占める。ハンバントタは、第6代大統領、マヒンダラアジャパクサの元選挙区であり、同性権下では、 重点的なインフラ整備が進められた。半ンとンタは、欠片の気候区分では、サバナ気候に属す。半ンとンタには明確な寒気は存在しないが、1月から3月にかけてと6月から8月にかけては著しく、降水量が減少する。逆に、降水量が最も多いのは10月と11月である。年間の平均降水量は、約1 5 0ミ、mm、リメートルである。 平均気温は年間を通してわずかに変化するのみで、最も低い1月でも摂氏26.3度、最も高い4月5月では摂氏28.1度である。ポートタワーハンバントタ港はスリランカ有数の大規模港である。2008年より第一期工事が始まり、2010年に開港した、この港はインド洋のシーレーン上に位置しており、物資の積み替え港として、 また、船舶燃料補給地としての需要が期待されている。第3期工事までが予定されており、すべてが完成すれば33隻の船が入港できる、南アジア最大の港となる。第1期工事の建設費は3億6千万ドル。建設は、中国の中国港湾工程とサイナハイドローが受け負っており、総工費の85%は中国政府からの支援によるものである。 しかし完成後は赤字が続き、2017年8月には、港の運営権は、中国のマネキショ商局高校に99年契約で、譲渡された。まったらラージャパクサ国際空港ハンバントタから北に、約15キロメートルのまったらには、スリランカ第二の国際空港として開発が進められたまったらラージャパクサ国際空港が存在する。 2013年開港の新空港は3500メートルの滑走路を持ち2015年目標の第2期工事が完了すれば最終的には敷地面積2000ヘクタールの大規模空港となる計画である。建設費は2億900万ドル。こちらも建設は中国の中国公安工程が受け負っており建設にあたっては 中国政府から1億9080万ドルの融資が行われている。しかし唯一ドバイとの定期便が閉鎖され、利用者は1日10人という、世界一寂しい空港状態で、政府の重荷となっている。2006年より半ばんとたを経由するマータラ、カタラガマ間の鉄道延伸作業が進められている。スリランカ南西部を伸びる、南部高速道路が二千十九年に半ンとたまで、 延伸されており、南部の主要都市マータラヤゴール、さらには最大都市コロンボへと通じている。この建設費にも中国からの融資が行われている。2017年アジアユースゲームズの開催地に予定されている。スリランカ、ラージストシティーズ、ワールドギャザティア、2013年3月21日、閲覧、クライメートノーマルズ・フォー・ハバントタ、アメリカ海洋大気庁 2013年2月1日閲覧。ペッターワルサーガラ。アジアの振興脅威を目指すスリランカ。新興国情報今井。2013年3月21日。閲覧。スリランカ。ハンバント多項の運営権を中国企業二条とインドなどが懸念。AFB 通信。2017年8月6日閲覧。スリランカで2カ所目の国際空港開港。 中国企業が建設受け負い。新華社。2013年3月21日閲覧。荒い閲よ。スリランカとインド、中国の政治経済関係。ジェトロ。2013年3月21日閲覧。エクステンション・オブ・サザン・エクスプレスウェイ・プロジェクト・セクション。4。ロード・デベロップメント・オーソリティ。2019年12月15日。閲覧。 ありがとうございます。